私の名前はトトリ。モンスターとの戦闘中、突如異世界トットリへ飛ばされたわけで、元いた場所とは違う異世界トットリで OL をしている。転生したら死がない OL になってたけど、トットリを満喫することにしました。略してテントリ。今日はどこにしようかな。お、焼き鳥？通り過ぎるかと思いきや、はい、入店。ふむ、店内は落ち着いた印象でゆったりくつろげそう。この世界で流行している病、新型コロナウイルスへの対策もされている。お、これはタブレットとかいう魔法道具。おー、おー、これで注文するのか。さて、注文するのは、おっと、いい匂いがしてきた。すごい、お肉がこんがり。炎魔法か。はい、お待たせしました、ひなとろでございます。なんて美しい焼き色。表面パリッパリ、香ばしい香りがたまらない。はい、お待たせしました、大仙鶏の唐揚げでございます。唐揚げなるものから立ち上る香り、たまらない。なかなかどうして。おいしそう。なんだこの感じ、どこかで。トリキング覚悟って、あれあれ、あ、え、なにこれ。ちょっと待って、あ、取れた。でやー、この味トリキングか。もしや店長は腕利きのハンター。トリキングも味は最高級だけど、この焼き鳥はそれをも上回るジューシーさ。大仙鶏の唐揚げはサクサクで、その溢れる肉汁に溺れかけた。は、言い過ぎか。この異世界でまさか元いた世界で食べた味に出会うとは、懐かしい。焼き鳥屋すみれ鳥取店の営業時間はこちらです。来週も転生転生。